で、今日は1、2と、はい、完璧。よし、今日は黒船持ってきたので、黒船で焼き鳥、豚串、 すごいやりたかったを作っていきたいと思います。海の香りがすごいね。もうちょっとだったらな。爆発した。よし、はい、ほいこ。浜辺の景色は最高ですね。気持ちがいいな。こんなとこで食ったら何でもうまいよ。なんかその辺で取れるもんとか食いたいな。いやー、これ夏は無理やけど、ワンズも無理やけど、下ガレバやからな。でもすごくいい感じ。いやー、気持ちが良い。よいしょ。はい、200cc、180cc ぐらいかな。給水終わったのでご飯炊いていきます。よいしょ。はい、それではご飯が炊き上がったので、家で作ってきた関東煮の串にさせてきましたけど、豚串と、焼き鳥とお肉を焼いていこうと思います。豚串のせご飯、ミルキャンレシピやな、これも。よし、食べたいと思います。3本乗りましたので、プロセスパイスで食べたいと思います。な、美味しそう。うそー、もういい感じ。落ちた。熱っ。手で飛びそうだった。よいしょ。ああ、美味しそうやな。オープン。わあ、ご飯ができた。美味しそう。さあ、豚串のせご飯。いや、これ絶対うまい。美味しそう。ほら、豚串のせご飯。ああ、美味しそうね。今焼き鳥中。美味しそう。ネギマ、ネギがめっちゃうまい。最高。景色も最高。完食、ごちそうさまでした。ああ、美味しかった。降りきる。いやー。Thank you.
はい、荷物片付け終了で帰ります。お疲れ様でした。